鑑賞教室ということでね、皆さんと一緒に盛り上がっていきたいと思うんですけれども、私たち風の鼓と書きまして風子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずね、2曲、続けて演奏させていただきました。オープニング小さなね、これ締め太鼓という楽器なんですけれども、この締め太鼓で演奏させていただきました曲、奇境という曲です。こちらはですね、もちろん私ども、オリジナルなんですけれども、喜びに響くと書きまして、こういったね、オープニングで飾らせていただくことが、多い曲です。そして2曲目、今3人でね演奏しましたけれども、演じという曲をね、続けて演奏させていただきました。いかがでしたでしょうか。いきますね。その辺大好き。その辺ありがとう。はい、じゃあね、今日はね、みっちゃん、たかちゃんでね、頑張っていきますので、ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。2曲ね、もう本当に何て言うんでしょうね、これぞ和太鼓みたいなね感じで演奏させていただきましたけれども、今度はその両手に持ったバチを太鼓の中心につけてください。
したらね、さすが和太鼓部、もう形になってる。はい、そう、3人、ちょっとね、近いからね、一歩後ろ、OK。 はい、そこで、両足を広く開いてください、しっかりね。ハッピーだね、君は。え、今ぐらい開いた方がいいよ。そう。で、左足を一歩前です。はい、右足を後ろに引きます。そうです。左の膝軽く曲げといてくださいね。このね、左の膝のね、ニュートラル加減がすごく大事なので、しっかりと左の膝は曲げといてください。はい、じゃあその状態で一回ね、みっちゃんが三七拍子叩きますんで、聞いててください。もう一回ね、はい。